武田塾高田の参考書だけで合格点を取る方法。今回は2017年高崎経済大学の政治経済の勉強方法について話していきたいと思います。高崎経済大学の政治経済、試験時間は2科目で140分間、実質1科目70分間、配点が200点満点の試験になります。大問構成は全部で3題出題されています。高崎経済大学の政治経済、他の公立大学の政治経済と比較すると、単答式の問題の出題割合が圧倒的に高く、記述問題、論述問題の出題割合が低いです。なので論述力を鍛えていくという対策よりは、用語語句を正確に暗記しておく、あるいはその正誤問題に対して正確に回答できるように訓練をしておくということが必要になってきます。具体的な対策方法としては、影山のセンター政治経済を読みながら、受験スイッチ、政治経済基礎作りなどで政治経済の基礎基本を、覚えていってください。最終的には次第攻略の政治経済などで、政治経済の総合力を鍛えていくのがおすすめになります。最後は過去問演習の中で高崎経済大学の傾向に合わせて対策をしていきましょう。今回は以上です。